私の失敗談の続きの結果ちょっと見せたいと思います。プリミティセンブルじゃなくて、あの逮捕にたコンベンショナルな、逮捕キュービックな、こう例えば、まあ、見てもらったことなんですけど、まあ、これを全部そのままプリミティブだとわずかしかないんですけども、これを全部表示したような、コードで計算してしまったらということですね。で、まあちょっと非常に申し訳ないんですけども、こうなってしまったということですね。バンド分散もこうなってしまったということです。で、バスボもそういうのように計算して、で同じ K 点ここまでしか取れてないんですけど、バスボとは、R ガンマ M ですね。で同じようなところまで取るとまた同じように結果が出ます。ここにも先ほど不穏だなって言ってたところにもちゃんと出てきまして、全くほぼ一致した結果が出てきます。まあ、本当に素晴らしい結果だと思います。でここもちゃんと2つになってますしね。なので、他の計算コードで比較する場合にはプリミティブなセルで、入力しているかどうかということもちゃんとチェックしてやっていただければいいです。で、DOS、当然ながらもここまで一致するってことは、まあ、DOS も一緒になりますから、DOS を考える場合にはコンベンショナルでもプリミティブでも関係ありません。あの使いやすい方法でやりやすい方法でやってもらえばいいと思います。なので DOS だけしか検討したくないよっていう人は、DOS だけにしていただいて、で、もうせっかく計算しちゃったから何とかしたいっていう場合にはアンフォールディングの方法なども検討してみるかもいいかもしれません。ちょっとアンフォールディングができるかどうかは分からないんですけども、ちょっとまだちょっとなかなかこのバンドアップという呼び方がこれでいいのかとか分からないんですけど、バンドアンフォールディングコードフォープレインウェーブベースというベースと書いてあるこのホームページでプログラムを代入していただくと、あのスーパーセルとか先ほどみたいなコンベンショナルでも、プリミティブの構造を、に対するバンドを基準にして、プリミティブなコードバンド構造に対する、プリミティブな構造にすいません、を基準にしてこのように描いたりすることができます。で、こちらは今のところ VASP と Quantum Express と AbInit が対応してますね。まあ、これもいずれ解説できたらいいんですけど、持ってこちらにある、私が自由に使える PC でなかなかいろいろな条件がうまくかみ合わなくてこれをダウンロードできないこともあるんですね。まあ、潤沢に資金があって、まあ、PC どんどん変えればこういうのもどんどんやれていけるんですけど、まあ、なかなか研究環境があんまりそれほど良くないのでここまでやれないですね。まあ、コードは公開されてるんですけど、そもそもダウンロードセットアップがなかなか難しかったり、環境さえあればできるんですけど難しかったりします。しょうがないとは思いますけども、そういうことですね。で、まあ、プリミティブを調べるのどうすればいい、プリミティブとコンベンショナルの違いがどういうふうなのかっていうのをちょっと見ていただくのはどうすればいいかなとも考えてみたんですけども、もしかしたらちょっと見えるかもしれない、やってみますね。プリミティブシェルで、データが入力されている場合には、このように、X クリステンで見ることができます。さっきもできましたね。この X クリステンの方で、プリミティブでデータが入力されているとこのようになっていて、コンベンショナルの違いを見ることができます。ですので、まあ、Win2 系で作ってみて、で、プリミティシェルがどうなのかなっていうのを見て、で、こういう形になるように、基本ベクトルはこっちとこっちとこっちの3つの基本ベクトルに なるんですけども、ベクトルの表現は、この場合は 0.5、0.5、0.5、0.5 と 0.5、で、0.5、0、0.5、で、0、0.5、0.5 って言ったような、まあ、こっちの方向に対する軸、を設定してもらって原子を設定するというような形になります。で、まあ、ウィンツ系とちゃんとうまく
セットアップできていれば、こういうふうにあのプリミティブなセルをかさばすのは非常に簡単ですので、ぜひとも、ウィンツ、まあ、ウィンツ家の使者ではないですけども、もう、導入していただいて、でいろんな計算コードにあのも、使えるように、そこから発展させていただければと思います。このようにしてプリミティブと、コンバンションの違いも理解していけば、いろいろな系で計算ができるようになっていきます。まあ、今回はちょっと私の失敗談も交えて、話を終わらせていただこうと思います。では。